フジテレビは21日、大谷翔平が所属するドジャースがワールドシリーズ、WS、進出を決めたことを受け、日本時間26日から始まるヤンキースとの WS の全試合を地上波で生中継すると発表した。同局関係者は、正規のシリーズを国民に届けられるまたとないチャンスと喜んでいる。 L 今回の放送が決定したのは富士の幸運だった。代理店関係者によると、地上波の大リーグ中継は、NHK と民放が交互に WS かオールスターゲームの放送権を持つ。今年は NHK がオールスターを放送し、WS の放送の権利は民放が持っていた。この権利は民放各局が持ち回りで獲得することになっており、 偶然にも今年は富士が持っていた形だ。NHK も BS では放送する。スポーツでは、ここぞの大一番を中継してきた富士。プロ野球で1994年の巨人と中日のリーグ優勝をかけた18を中継し、視聴率48.8%、ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録。 今も野球中継歴代1位の視聴率だ。サッカーでも2年 W 杯日韓大会で日本が W 杯初勝利を挙げたロシア戦を中継。66.1%を記録し、これも現在までサッカー中継の歴代1位。そうした歴史もあり、同局関係者は WS が視聴率アップの起爆剤になればと期待を寄せる。 富士は81年にも土軍、野軍の WS を中継しており、巨人の長嶋茂雄終身名誉監督、88がゲスト解説を務めた。局内では今回も大物解説者の出演に向けて動き出しており、ヤンキース時代に WS で MVP を獲得した松井秀喜氏、50、パドレスのダルビッシュ有、38、ラ、メジャーの OB、 現役の大物に声をかけていると聞いています他局のスポーツ担当者。今回はどんな婦人でシリーズを届けるのか注目が集まる。ルフィも大谷に勝てずワンピース新シリーズ初回延期、WS の生中継が決まったことを受け、富士は27日に放送予定だった人気アニメ、ワンピースの魚人島編第1話を11月3日に延期すると発表した。 新シリーズの初回がいきなり予定変更となり、ネット上でも、さすがのルフィも大谷翔平には勝てないか、などの声が溢れた。また日本テレビは21日、ドグンがナリーグ優勝を果たしたこの日の試合を夜に緊急で放送した。予定していた人気バラエティー、しゃべくりセブンは28日放送に変更となった。セレブの応援対決、 にも注目中継では両軍の著名人ファンたちにも注目が集まりそうだ。この日の試合では、米俳優のトム・ハンクスがド軍を応援。地区シリーズパドレス戦ではブラッド・ピットが観戦したことも話題になった。他にも人気バンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリー、監督で俳優のロブローがド軍のファン。 一方、野軍はトム・クルーズやジョージ・クルーニーがファンとして知られる。最近は歌手テイラー・スウィフトが交際中の NFL 選手トラビス・ケルシーと観戦に来たことも注目されたばかり。名門同士の戦いだけに、ファンでなくともセレブが観戦に訪れる可能性も高い。